飛べ、歴史的な一大イベント。東京ドームでの初コンサートが決定。2024年3月、音楽界に衝撃が走るニュースが飛び込んできた。滝沢秀明氏が設立した新たなエンターテインメントカンパニー、飛べ、トビび、が、全所属アーティストによる初の東京ドームコンサートを開催することが、16日に同社の会員サイトにて発表された。 これは、旧ジャニーズ事務所出身の豪華なメンバーが一堂に会する歴史的な瞬間となりそうだ。とべの発表。とべは、元 V6 の三宅県、元キングプリンスへのナンバー、I 平野市要、神宮寺優太、岸優太、元キスマイフト2の北山博光、元ジャニーズ JR のイムプオと大統立期の13人が所属している注目のエンターテインメント企業だ。 この日、トベの公式メンバーサイトでは、大切なファンクラブ会員の皆様へ、と題し、ファンに向けたメッセージが掲載された。三宅健氏はメッセージで次のように述べている。この度2024年3月に東京ドームにてトベ全アーティストによる初のコンサートを開催することが決定いたしましたのでお知らせいたします。 ファンクラブにご入会いただいている皆様に、早くお会いできることを楽しみにしております。詳細につきましては、改めてご案内いたしますので、楽しみにお待ちください、と綴っている。アーティスト一同に、とべが誇る13人のアーティスト、具体的には、三宅県北山広光ナンバー、アイ,イムップ、大統律樹、が、グループ名と氏名と共に発表された。 このコンサートは、それぞれが異なる経歴やスタイルを持つアーティストたちが一つのステージで融合することで、ファンにとっては非常に貴重な瞬間となることだろう。トベは、旧ジャニーズ事務所を離れ、新たなエンターテインメントの形を模索している。このコンサートは、その象徴とも言えるだろう。メッセージの裏に込められた思い。トベはファンに向けてのメッセージの中で、 このメールが皆様の宝物になりますように、とバドームと綴り、ファンとの絆を強調している。このフレーズには、トベがファンとのつながりを大切にし、このコンサートを通じて新たな思い出を共有したいという強い意志が感じられる。ファンの期待とアーティストたちの思い。トベの公式 YouTube での配信では、騎士がナンバーアイに加入することが発表され、 平野と神宮寺ら3人がまた違う形で東京ドームに戻ってこれたね、コンサートもやりたいね、やっぱりここでね、欲を言えば野球もね、とコメントしていた。これによりアーティストたちは東京ドームでのパフォーマンスを望んでおり、その夢がいよいよ現実のものとなる。戸部の初の東京ドームコンサートはファンにとっては待ちに待った瞬間となるだろう。 旧ジャニーズ事務所を離れた新たな舞台で異なる経歴を持つアーティストたちが一堂に会し新たなエンターテインメントの扉を開くことになる。トベのファンクラブ会員にとってはこれからの詳細情報がますます楽しみである。ファンとアーティストの熱い絆が東京ドームの舞台で新たな輝きを生み出すことに期待が高まる。 この歴史的な瞬間に立ち会えることは音楽ファンにとっては一生の思い出となるだろう。